プロ野球というとても厳しい世界で、29年もの間プレーをし続けた中島健人コーチが現役を引退します。本人たっての希望で、このチームの大事な時期、全てが終わるまで誰にも話さないでくださいと言ってきました。チームに迷惑をかけたくない、中島コーチらしい言葉です。しかしそんなわけにはいきません。野球界にそしてチームに本当に大きな貢献をしてくれました。ただただ感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。身内ではありますが、サメ長い間本当にお疲れ様でした。ありがとう。皆さん、その思いを込めて中島選手にもう一度拍手よろしくお願いします。Satoshi, welcome to Japan.
9年間本当にお疲れ様でした。ここで中島選手の同郷、秋田県ご出身で阪急ブレーブス時代にバッテリーも組まれました山田久志さんが会場を迎えました。山田久志さん、中島選手、ホームベース付近にお進みください。送られます。山田様、ありがとうございました。続いてチームを代表して大野選手会長より花束の贈呈です。大野選手、お進みください。絶対に話をしないと言ってたんですが、皆さんは中島選手の声が聞きたいはずです。29年間本当に長い間野球選手をしました、一つも悔いはありません。やり尽くしました。本当に人に恵まれ、いろんな人と会いましたけれども、皆さん本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。最後に僕を福岡に連れてってください。日本シリーズまで連れてってください。お願いします。Thank you.
量が。